う皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は10月の2日でございます。長ネギなんですけれども、気温が下がってきましてですね、非常にこう今新葉がぐんぐんと伸びてて、また一回り大きくなってきたなっていう気はしておりますね。こちらの圃場があと3日くらいで入っていく圃場になってくるかなというふうに思います。10月の2日くらいから入れればいいなというふうにね思っておりますね。非常にですね、こちら後半戦の6月1日定食で120日を迎えた長ネギなんですけれども、いいね、非常にピークはいいです。太いのできてきてるんで、またこの収量もすごくね楽しみだなっていう感じでありますね。今日の動画に関しましてなんですけども、今年もですねネギに関して、それからトマトに関してもいろいろ機械を買ってきました。いろいろってもここ6個ぐらいかなぐらいなんですけども、今日はそちらの方をお伝えしていって、買ってよかった機械ベスト5みたいなね、そちらの方をお伝えしていければなというふうに思っております。基本的にネギでも使えて、トマトでも使えてっていう機械と、それからトラクターにつけるアタッチメントかな、そのあたりと、あと防除の機械とか、あとその肥料撒く機械とか、そのあたりを買ってきました。あとそうですね、引っ張りくんのやつとかも買いましたね。そのあたりをですね皆様方にお伝えしていって、これ買ってよかったよとか、これ買ってちょっとなーっていう風にね思うものもあったので、それをお伝えしていこうかなという風に思います。皆様方のですね機械買う参考になれれば幸いかなという風に思うんで、早速ですね今年買った機械見てってみましょう。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっててみましょう。それではね、こちら今倉庫に来ました。機械ね順にご紹介していきたいというふうに思います。まずねネギでね使うために買ったこちら追肥機ですよね。皆様方持ってる方多いと思うんですけども、ミノルのこの追肥機 AN-21 ってやつだね。一番スタンダードなやつかな。これで極み肥料の追肥をずっと行ってきましたね。やっぱりですね、非常に手で撒くっていうか、サンバー使ったりとかしてね、今までいろいろ肥料撒いたりとかしてるんだけども、この肥料撒く AN の21を使うことによって、やっぱりですね非常に均一にね根の周りっていうか、噂ってるところにね落とすことができるので、便利ちゃ便利ですよね。ただこの辺りとかがもうちょっと改良必要かな。私の場合引っかかったりとかするから何とも言えないところかな。今これもうメモリマックスで使ってるんだけども、極み肥料だとマックスで使って落としていってたね。だいたい担当どれくらい使うっていうので、いろいろこれでね調節しながらやったんだけれども、今これでやってだいたいいい感じだったかな。今年結構これにお世話になりましたね。これね、ただちょっとやっぱりどうしてもやっぱ足場悪いと非常に疲れるね。これ今ねクローラタイプで全部ね自動でやってくれる、自動ってのも変だかな、クローラで自走してくれるタイプもあるんですよ。高いけどね、エンジンついてて20万くらいするのかな。あれはいいよね。ずっと追肥するんだったらあれ買ってもいいかなって気はしてんだよな。クローラでこのホッパーの高さとか変えれるんだよね。超微生物はペレットだから、ちょっとやっぱりこれだとね負けないんだけれども、あっちだとペレットもいけそうな感じで書いてあったからね、あれちょっと買ってみてもいいかなって気はしてるね。20万だからちょっと高いんだけどね。こんな形でこれは非常に今年使って、星満点5のうちは3ぐらいかな、普通に良かったなって気はしてる。で次こっち、これは除草剤撒く機械でございますね。ここにタンクに入れて、このエンジンで噴霧器からシャーと出してくれるやつだね。これ20リッター入るんだけれども、しょうがなくてもいいって形です。これを使った感想としましては、これもなかなかね大変です。一輪車なんで、同じ一輪車だから前に進むっていうよりはバッで進みながら、バック更新だね、更新しながら巻いていく方が楽だったかな。前に進もうとするところ大変だったね。後ろに引っ張ってくるっていうような使い方の方が楽だったな今年はね。これも非常にしょうがなくてもいいんで楽なんだけども、その点かな。でしっかりとかかるしね、やっぱ手でやるとどうしてもなかなかやっぱりムラができるところもあったりとかするんだけども、これでこうやっぱりバックでねずっとやってきた形で言えば、草の生え方とか見てても全然大丈夫だったから、これもおすすめできるっちゃできる。で今またこれ新しくね、ここにモーターついてるやつもあるんですよ。インホイールモーターって言って、自転車で言うとアシスト付きって言ったらいいの、アシストが付いたようなものも売ってるね。倍の値段するけどね。これ10万くらいだったと思うけども、エンジンついてこれだけで10万だから高いよな。農業機械高いですねっていう形なんですけども、使っててよかったね。星5満点のうちこれも星3かな、普通に良かったって感じです。でこちらがまたちょっと変わって防除機ですよね。丸山の MSV シリーズっていうね、この防除機です。これはディーゼルで4チャンネルですね。一番上のグレードの次のグレードって言ったらいいのかな、になりますね。8チャンとかが一番いいんでしょうけども、これ4チャンでございます。十分ですね、必要十分。ディーゼル買ってよかったって思う。本当に20-30万違うんだよね値段が。ただディーゼルで動くとやっぱり非常にガソリンが使わなくて済むから楽。汚ねえな、ちょっとそろそろもう使った時を終わ
わったんでね、綺麗にして不凍液入れてちょっとしまう準備しようかなっていう形でございますね。本当にね、これはトマトで今年はメインで使ったなっていう形なんだけれども、今までですと自走式のクローラーのタイプで自走式でやってきたって形なんだけども、やっぱりどうしてもムラができるんですよ。これは手で巻けるのでトマトにですね、まんべんなくかけることができたっていう形で、トマトの方も病気はほとんど出なかったのかな。今年はね、虫も被害ほとんどなかったし、そういった点で見ればこれでやっぱりムラなくできたっていうのはね、非常に成果的には大きいかなっていう形ですね。これ120万くらいした。高いよね、高い。ただ買って満足な商品ではある。これはすごく買ってよかったなっていう気はしてる。でハウスの長ネギでも使えるし、トマトでもね使えるから、何でも防除するとき、万が一うちトラクターでね、ロジネギはスプレーやつけてやるんだけども、そういうの壊れた時でも手でなんとかねやろうと思えばできるから、そういった意味で言えば万能型に使えるいい資材なのかなっていう気はねしておりますね。これは5点満点中星5のうち5をつけてもいいかもね。病気出なかったし、すごく使いやすい防除機でございました。ガソリンよりやっぱりディーゼルの方が買ってよかったなっていうのは今でも思っておりますね。私はね、2、30万高いですけど絶対ディーゼルの方がいいですってね、当時の三菱の方が言ってくれたんでね、これにしました。では次行ってみましょう。次に買った機械がこれ、ニプロのフレールモアってやつです。これは幅が1800のやつね。型番で言えば FNC1802R っていうねものになりますね。で今年は緑肥撒いてたじゃないですか。今まではトラクターでサブソイラーかけてすき込んだりとかしてたんですけども、これを使うことによってやっぱり細かくね先端してくれて、非常にトラクターのロータリーの負担が減ったなっていう気はしておりますし、何せやっぱり細かくすることによってしっかりとその緑肥が分断され分解されやすくなるって言ったらいいのかな。なのでこれはもう本当にね、3回今年緑肥借りましたけども、よかったね。私これ 0S 仕様って言って、このトラクターにワンタッチでつけれる仕様にしたりとかしておりますね。ロータリーと合わせてこう使うんですけれども、これはねすごくね買ってよかった。ただちょっと掃除がめんどくせえんだけども、非常に買ってよかった機械になるね今年はね。これね、来年からもまた緑肥巻くんで、これはヘビーローテーションかなっていう形ではあります。年に何回も使うもんでもないんだけれども、買ってよかったアタッチメント機械の一つではございますね。これは星5のうち星5をつけてもいいかなっていう気はしてるね。そんな形でございます。そこのあなた、高評価コメントもよろしくね。次がこちらですね。引っ張りくんに取り付けるアタッチメントのエンジンですね。エンジンユニットってやつも買いました。1,2,3,4,5,6 と6段積める、そんなこの段がついてて、でエンジンがついてて、これでアシストしてくれるっていう機械でございます。これね当初使ってたんだけども、定食するとき私一人じゃなくて妻も定食するんですよね。そうすると非常に重くてですね、旋回っていうのかな、畝頭に来た時に旋回して次の畝行くと思うんですけども、非常に大変でございまして、なかなかね使い勝手は悪い。ただ男で一人でずっと定食していってやるっていうんであれば、非常にいいもんだなというふうには思います。俺が一人で使う分にはすごくいいんだけども、妻と一緒に使うとなるとなかなかちょっとね取り回しがきついって感じだね。あと6枚積むでしょ、すげえ重たいで、バランス悪いからちょっと倒れそうになったりとかもするね。なのでいいか悪いかで言うと、合う人にはすごく合うし、合わない人には全く合わないっていう機会かな。来年は俺これ使わずにちょっと売ろうと思ってる。これはちょっと妻とも使うんであればなかなかやっぱり使いづらいから、これは売ってしまって引っ張りくんだけでもいいかなっていう気はしてるね。エンジンユニットね、ただ本当に男で一人で引っ張っていくっていう作業をするっていうんであれば、すごくね使い勝手はいいかなというふうには思う。なので星5のうちだと星2とかかな、3にはいかないね俺の中ではね。でも物としてはすごくねいいものかなというふうにはね思いますんで、参考になさってみてください。ちょっと女性使うには重たいっていう感じかな。最後にですね、こちら GPS っていうか GNSS だね、こちらの方を今年は取り付けました。これは FJ ダイナミクス様からの提供品でございます。動画で紹介してくれっていう形で、こちらの方はご提供いただいて取り付け設置動画にしてきましたね。で今年はもうほとんど使うことないので何とも言えない部分なんですけれども、来年度ですねトラクターでこちら畑を起こしたりとか、それからネギの畝立てするときとか、そのあたりで使っていきたいなというふうに思ってるんで、ちょっとそれは本当にこうご期待っていう形だね。俺もすごく楽しみなんで、こちらの方は使うのがね、秋起こしで使うかどうかだよね。そのあたりでちょっと動画にできるか、忙しければちょっと動画にできないし、そんな形で非常にこれも楽しみなものかな。これはもう FJ ダイナミックス様からの提供品でございます。
今年買った機械って言いますかね、提供品も含めましてお伝えしてきましたけれども、やっぱり一番買ってよかったなと思うのは丸山の防除機。これはね、買って本当に良かったなっていう風にね思っております。病気出なかったし、自走式のようにトラブルもなかった、でまんべんなくね本当に自分のペースでかけれるっていうのはね、非常にこういいことだなという風に思います。これはベスト1だね。でベスト2はやっぱりフレイルモア。これは本当にね、緑皮を混ぜて使うんであればモアはやっぱあった方がいいなっていう風に感じました。その次で言えばどうだろうな、やっぱ肥料撒く機械かな。ミノルのね、やっぱり一輪車のやつね、あれも良かったなって感じです。あとはどこどこ引っ張りくんのエンジンユニットは正直いらなかったなって感じはしてる。40万したんだけどね、42万くらいかなしたんだけど、あれはいらんかったな俺には。買って使ってみなきゃ分かんない部分もあったんだけど、私インスタグラムとツイッター X やっておりますんで、よろしくそちらの方のフォローもぜひねお願いします。それから皆様のいつもでご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にねありがとうございます。励みになっております。またこの動画が良かったよ、楽しかったよ、また見たいよって思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタン押していただけますと本当に励みになりますし、まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様のご視聴ありがとうございます。バイバイ。したっけね、ご視聴ありがとうございました。